南を詰まらせておいて、フェイスクラッシャー、あのお尻のフリフリとですね、はい、やっているプロレスが、うん、落差があればあるほどいいんですよね、うん、そうですよね、やっぱあんなぶりっ子みたいな衣装を着てアイドル系ね、やるプロレスはヤンキーというですね、うんうん、それじゃないかなと、うん、その道を極めていった方がよろしいんではないかと思いますね、うん、まだ極まってないと、全然極まってないですね、やっぱりどっかカッコつけようっていうところが残ってるんじゃないですか。なるほど、カッコつけなくてもカッコはつくんですかねまあそういった坂子の今の紙司法みたいなポーズの仕方、うん、大変だなって感じいいですよね、うん、南がいいですね、今のなんかよく何言ったか分かんないけどもこの野郎ってのだけなんですよ、ね、ガナってたちね、あの拳入るんですよ、井上貴子選手かなり古風な技を使うたちですから古風なたちたちって分かんない、うん、なんかそういうの修正って感じがしませんか。なるほどね、非常にあのレベルの高いシングルになってきてますね、はい、今度はバックを取って南ガッチリと腕をロックして首を固めていきます。南静香、今度は同締めか、スリーパーの状態、同締めスリーパーの状態だ、どうでしょう、だいぶチョーク気味に入っているんですけれども、高子の顎は完全に上を向いてしまった、険しい表情の南、そして高子、ご覧のようにガッチリと腕が決まっています。しかしこれサードラドスケイプ、なんとかロープにの、じゃあここからはしばらくあれですか、南選手の攻撃を注目してみましょう、うん、またや警備固めリング中央です。本当にあの顔から想像もできないような、あのドスの効いた声出しますよね、高子はね、拳回ってるでしょ、やっぱりこの野郎っていうとこうんってうなっちゃうんでしょうねあの拳入るんだけね、うなーって感じですかね、巻き舌ですしね、それにしてもこの辺りのめちっこいね関節はひょうひょうとこう南がやってるんですけれどもあの高子選手の方の声とかドスの聞き方とか拳がすごいもんだから、ひょうひょうとしてるようにことさら見えますよ、ね、見えますね、南選手大人って感じですね、うん、大人、南もまだ若いんですけどもね、本当に年齢的にはね、そうですね、うん、お姉さんなんでしょうね、性格的に、うん、そうですね、はい、さあ今度はキャメルクラッチ、高子の腰を焦点にしたのか、おっどうやら指を噛みついているのか、スープレックス高速度で決めていった、あーそして膝十字だ、なんか今人の上またいで何するのかと思ったら膝十字でしたか、赤子の得意技の一つでありますこの膝十字、あの子供の頃お父さんとかお母さんが寝てる上はまたいでいくとちょっと失礼だっていう感じしませんでしたそれはね、ええ、いや子供の頃じゃなくても失礼なんですよこの枕元歩いてんじゃねえっていうね感じで、それすごい、今度はふてぶてしい表情を見せた井上貴子、今度は片手首固めお返しか、先ほどのリング中央であります、この逆エビでこう腰を落とした瞬間の高子の表情というのはまたね、いいよね、なんともいいんですけども、10分経過、そう、年はまあ20歳過ぎてますけども、はい、うん、やはりヤンキー乗りはやっぱ高3って感じがしますね、高校3年生、高校3年生、やっぱり一番ヤンキーで光るのは高3じゃないですか、そうですか、うん、その光を持ってますね、高子は今日あたりは、そうしますと連れてしまったヤンキー高校生が体育の先生をいじめているという、いや今の座り方ですよ、この座り方ヤンキー座りですか、逆指をやりながらですね、なるほど、はい、あ、これは
面白い入り方で膝十字固めは非常にこだわってますしね。そうですね、本当にシュート入ってますよ。おっと危ない危ない。いやいや、ロープが近くてよかった。これで決められるって言ったものを持ってるところがすごいですよね。はい、ええ、今かなり深くね、膝十字がっちり決まった感じがありますけれども、ええ、その後南選手がサードロープに手を伸ばしましたね、ええ、その手をまた踏みにじりに行ったじゃないですか。なかなか、ね、小技効いてますよね、はい、おっと今度は逆エビからすかさず STF リング中央だ。これはそれは南にとってはきつい攻撃になってきた。ご覧のようにがっちりと足を、そして腕をロックしています。リング中央 STF、 おっと南の顔が歪んできましたけれども、渾身の力を込めての STF だ。かなり長い時間を食っていると南は危ないぞ。なんとかロープににじり寄っていく南鈴鹿であります。さあロープエスケープなるか。なんとかサードロープ手があと1センチで届くところなんですけれども、そう左折と締め上げる井上貴子でしたけれども、さあこのね、非常にリズミカルに来ましたアームホイップから UFC 逆十字。真横って感じじゃないですからね、まだね、うん、ちょっと上気味ですから。完全には決まってないですか。ただももに引っかかってますから、そういう決め方なんでしょうね、うん、場内どよめいたが、井上が今度はまた違う入り方で膝十字。あのカニバサミは割とよくやりますね、はい、でスタイルとしては非常に格闘技系ですよね。そうですね、サンボリオのねカニバサミからの足を払っての膝十字。今日はこれで 3つの種類の入り方を、まあ、披露したわけです。この井上貴子膝十字、なるほど、必要にこだわっていますけれども、やはり膝十字へのこだわりというものがあるんでしょうね、はい、しかし南も再三再四ね、この関節を攻められるんですけれども、ロープエスケープで逃れています。南鈴鹿赤コーナーに釘付けにして右手を高々と上げていきました。まあ、これまでにもその QT はJWP のリングで関西とシングル、あるいはリングのシングルで当たって、はい、それなりにその強さを発揮してきたんですけども、やはりこの全日本女子プレスというその、まあ、ストロングのもうストロングで来るところですよね、はい、でそれと当たってその違うエッセンスと当たってどうかっていうのは本当に本人にとっても今日はもうシビア中のシビアな試合になると思いますよ。そうですか、この井上貴子、予想がつきにくいですよ ね、ファイト展開が。あの井上貴子、キューティー鈴木、この2人、まあ、それと同じようなものをこの貴子選手も背負ってると思うんですよね。なるほど、でこの2人がその果たしたその女子プロレス界における役割ってものがこの試合でまた一つどうなっていくのかっていうのはすごく面白いですよね。そうですね、まあ、花であるこの女子プロレスのある意味では象徴というふうに言われてたこの2人ですから ね、まあ、そういった意味でも、まあ、ここで激しいファイトを展開していけば、そうですね、もう女子プロレスの未来も明るいなという感じがするわけですけども、はい、僕自身としてはそのキューティー鈴木も井上貴子もそうなんですけども、ある意味でその夢の世界に生きているあのレスラーですよね。なるほど、でいわゆるこの2人にそのシビアにその試合をやらせてですね、シングルマッチで決着をつけるというのはですね、これはもう非常にそのなんですかね、全日本女子プロレスのアナーキーの仮想というか、アイドル潰しというか、そうですね。で、そのいわゆる針の後ろに今2人立たされてる。しかも場所が武道館、すごいですよね、シチュエーションとしては。まあ山本さんもね、そういった選手を気遣うあたりはさすが代表だなという感じがしますけれども。はい、いやでも個人的には非常に楽しみな、ね、客観的に見ると非常に楽しみな、全くその通りですね、うん、僕も非常に興奮して見てますけど、はい、斉藤さん、はい、高子のコスチュームがまた一段ときらびやかになりましたけれども ね、 そうですね、こういう風にやった方がいいと思いますね。この辺が魅力、この人の魅力というね、最近のパターンですけれども、井上高子選手もだんだん難しくなってきてるんですよ、うん、この意地悪そうだけど結構好きというのが、はい、始まっちゃいましたから、はい、今までは、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、正統派ですよね、うん、
基本的にはね。これからがあの意地悪さが好かれちゃった後は、あとはじゃあどうやって飽きられずにというのはもう1ページ必要になってくるんですね。まあ、ただこれは一つのこの人の個性ですからね、どんどん伸ばしていくべきだとは思うんですが、今日はこの後どうやって同じアイドル対決といってもですね、はい、やはり誰が見てもキューティーの方がベビーフェイスっぽいですね。さあそのあたりリング中央、今度は肩逆エビ固めでこの表情が井上貴子のファンにはたまらないというですね。しかしあの両選手の表情のアップがこれはもうファンにはたまらないですね。たまらないですか。いいですよこれは。いや、やっぱりねあのこれからの女子プロレスはやっぱり美しくなきゃいけないと思いますよ。もちろんですよ ね、あのなんていうのかな、いや私二通りあっていいと思いますよ。あのやっぱり関西系とかですね。あれもねある意味では美しい、ね、そうなんですよ、美しいですね。あのなんていうのかな、やはりそれなりにやっぱりみんな物質的にやっぱり恵まれた人間がこれからはやっぱり、ね、プロレスラーに、そう思います。ルックスがこれで弱かったら僕リングに上がってもらいたくないですよ。全くそうです、ね、レスラーなんですから。だまあのこのビデオを見た人たちの中で僕はちょっとシビアな発言しますとね、やっぱりあの、はい、プロという何恥ずかしい顔をしたプロレスラーがいっぱいいますよね。で今の女子プロレス界っていうのは、うん、本当にやっぱりみんな洗練された人間が上がってこれるところだと思うんですよ。特にね、こういったオールスター戦はね。そうなんですよ、うん、だからそういう意味でやっぱりその全プロレス界はやっぱりそういうプロと呼べないプロレスラーはもう使ってほしくないし、はい、そういう意味でも女子プロのレベルをもっともっと上げていきたいですよね、はい、なるほど。今の団体がね、猫も釈子も旗揚げ一時ね、旗揚げ状態で、もうかなり18ですか今。そうですね、そのぐらいあるわけでしょ、そうすると当然レスラー不足していくということで、やはりある程度のレベル達しない選手まで早々とこうリングでデビューしてしまうという状況というのは、まあ、随分前から危惧されていたことなんですけれどもね。そうですね、まあ、女子プロレス界にはね、なんとしてもそういった状況というのは、まあ、でもそういう意味ではこの女子プロレス界というのはいい方向ですよね、まあ、それは今全体的にはいい方向だと思います、うん。やっぱりキューティー鈴木にしてもこの井上貴子にしてもやっぱりスターだなと思いますね、うん、今スターな顔してますね、いい表情、入場の時なんかやっぱり続々と来ますもんね。そうです ね、さあ今度はアキレス腱固め、キューティーが必要に足を、こういうグラウンドの展開は今日初めてじゃないですか、はい、今日の試合で。そうですよね、まあ、タッグも続いたこともありますけど、そうですね、まあ、シングルマッチ1試合目ですので、どうしても序盤戦はね、探り合いというかこういった展開になるんでしょうけれども。そうですね、また両選手が丁寧に戦ってるってことじゃないですか。あ、その通りですね、定石通りね。意外と井上選手、高子選手はグラウンド好きですよね。またまあもちろん膝十字あるいはね関節技得意としてますので、はい、おっと今キューティーコールとともに今キューティーがアキレス腱入ったんですか。そうですね、取り返しましたね、キューティーが、はい、アキレス腱取り返していきますね。さあ関節技でも劣らないとというねキューティーの気迫なんでしょうが、しかしここは井上貴子選手もこんだけのファンに今日で、ね、武道館のシングルですから、はい、この1万何千人のファンに嫌なやつだなって思わせたら井上貴子の勝ちだと思いますね。あんまりいいこぶっちゃいけない選手ですもんね、特に最近の色としてはね、そういう感じですからね。まだ高子ファンはまたそういったものを期待しているんでしょうね。まあ、いじめっこやった方がいいと思いますね、うん、どちらかというと山本代表、はい、キューティー鈴木は耐えるレスラーですよね。そうです ね、耐えて耐えて。そうですね、はい、やっぱ体がないですからね。この子はでも本当に怪我をしないですね。あ、そうですか。全くあんだけやられてもね、キューティーは関西の通天閣とかスプラッシュマウンテン、はい、食った数一番多いんじゃないですか。そうですね。あれは食らいたくないですよね。あれはあんだけ食ってももうケロッとして出てきますもんね、この前の さあこの辺りから試合の流れ動いてまいりました。そしてロープに振って、うん、あっとドラゴンスリーパー、いいですね。ロープに振った分がっちりと首根っこ、ご覧のようにがっちりと入っております。リング中央でドラゴンスリーパーの体勢はキューティー鈴木。さあ苦しい表情に形相が変わってきたこの井上貴子、ロープまではちょっとまだ距離があるか。キューティーはこうやって粘っこく攻めた方がいいですね。
まあ、下馬評ではね、矢尾さん、はい、いらっしゃるんなんですけれども、はい、どうしても高子有利という戦前の予想はかなり多いんですけれども、はい、QT はやっぱりそのあたり勝機というのはどういうところに見てますか。やっぱりいや僕はね、真正面からぶつかっていいと思うんですよ。そうですか。体格の差がありますけども、はい、JYP にそういう無差別級がうちの売りですからね、はい、変に小細工に走らないで、うん、もう真っ向から力勝負でいいと思いますよ、うん、さあその力勝負というお話の通り豪快にジャンピングしての DDT からもう一度ドラゴンスリーパー、うん、こういうちゃんと今まで対戦に戻るのいいんじゃないですか。さあ粘っこい攻めぐいぐいと締め上げ、そして高子のスタミナを徐々に奪っていこうという作戦か。もう普段の、ね、表情とは打って変わって厳しい表情両選手ですけれども、キューティーなんか手応えあるみたいですね。どうですか今日のキューティーの動き、ここまで。あ、いいですよ、すごくいいですよ、はい、うん、全く無駄がないですね。そうですね。さあかなりこれドラゴンスリーパー長いですが、高子のショーモードどうなんでしょうか。今やっとロープブレイク、さあゆっくりと起こしてロープに逆に振られて、あっとここは高子得意のアームホイップ、うん、しかしまだちょっとダメージが残っている、そんな仕草を見せました高子ですが、今度は逆にスリーパーホールドからあっと来て破り、逆にドラゴンスリーパーを見舞っていった。さあ今度は1点、QT が佳境に立たされている。体の大きさが あれですね、体の大きさが違いますから、はい、先ほどの QT 選手のドラゴンスリーパーよりも井上貴子の方がなんか首ごとこう回って持ってるって感じがしますね。それだけにちょっと脱出するのがね、あと今やっとロープブレイクですが、足を丸めましたか、足も掴んで、あーっと足も抱え込んでる、お、うん、新しいですねこれは。複合技のドラゴンスリーパーになってきましたけども、さあキューティー鈴木苦しくなってきました。これではロープブレイクはできません。左足を精一杯伸ばして、うん、やっとの思い